本当に。ああそうだ、サンジャポと思い出した太田さん。何、まあいろいろとね、田中さんがちょっとアクシデントあって、俺たちにね、いろいろとこう大役ね、やらしてきたでね。あとはあの聖夜、聖夜ね、いじめやってて、うん、ちょっと何この上田晋也と男を起用したでしょ。起用し、じゃあだってやってくれたよ今年ね。ダメだよ、上田晋也使った、あれドーピングだよどういうこと、これこれって言っちゃった、ごめんこれ使っちゃダメでしょ、最終ゴールじゃない。なんそんなことはない。いやいや俺見てて、うん、もう本当電話番号してたら電話したいぐらいダメだよ出ちゃ、あなた俺たちの立場なくなっちゃうじゃない。いや飯尾さんでも面白かったじゃんね。面白くない、惨劇だよもう本当に。あんな飯尾があんまりにも評判良かったから田中がジェラシーで社長に怒ったんだから。そうそう、あれ評判じゃない一発目だった代役が、うん、だから誰なんだみたいな感じで、うん、ただそれだけで、うん、もう全然もう本当にやっぱシビアなニュースとか抱えきれないなと思って本当この前も話したという違う番組で、うんうん、何こうあるニュースで、うん、太田さんと二人でふざけたわけ、はいはい、女編集長やって、うん、バカ太田さん関係ないじゃないかあーなんつったら、うん、コメンテーターの方がでもこの事件被害者が出てますからねって言われた時、俺もうどうやっていいか分かんないいや振り上げた手を下ろすところからぐらい、本当に右手の下ろし方分かんなくなってる。まあまあね、被害者が出てるってなるとね。そう、それなの俺さ、太田さん一番はしゃいでさ、太田さんどうしてんだろうパーッと思ったら、とっくに切り替えていつもの顔でさ、汚ねえなあの男。このままこのままこっちは祭りの最中なのに、祭り最中なのに、しかも太田さんが振っといてたよ俺もう、あ、そうだっつってニュース番組なんだよ基本なんて思って、そっから何も振りも聞こえなくなっちゃって後半なんか大沢話しかけてくれてんのに全然分かんなくて、いいよ答えろよって言われて、えってなって会話になんなくて、いつもそういうほら仕事もするじゃないあ、じゃあちょっと真面目なことを言わなきゃいけない、万能だからね、いやいや、あなたもやるじゃない、太田さんもほら選挙特番とか、ああいうのすごいなと思って、 あれドーピングだった、じゃああいつドーピングだよ、久々に便所その顔が浮かんだもんバッキバキこんなっすよもう俺たちが多分俺岡部と聖夜と集まりたいぐらいだもんこんなだっていや上田くん持ってくのってもうダメだよと思って、いや俺もまさかあいつがあそこまでえげつなくやるとは思ってなかったからさ。いや俺こないだも言ったけど、うん、相当手抜いたんですよあれでも相当いやあれどうやってですか2人、ああいう選挙特番とかいろんな時事ネタのさ、シビアな時事ネタのニュースとかもやってるじゃないですか、うん、たまに、うん、あれもう玄関出るときどんな顔して出てくるの関係あるかそんなもん、いやマジ今日なんか俺前半大失敗だけどもうニコニコで来てんだからよし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 、会うぞ会うぞなんつって、うんうんうん、いやいやそれは別にどの番組でも同じテンションですよね、行ってきますって感じ、うん、別にいつもあじゃあ今日はあれ行こう、俺はまだでもね気持ちが揺れたりするよ、はい、それはやっぱりあここで不謹慎なこと言っちゃったなとか、だから俺にはクレームが来るもんやっぱり、そういう意味で言うと一発かましちゃうんですね、一発かましちゃうから、だけどあいつは人間の感情を持ってない、持っとるわどうとでも切り替えられる、そんなことはない、やばいじゃん本当に、何かちゃんと一個一個感情入れてやってますよ、でもちょっと間に笑してやろうなんて思う時もあるの、選挙とか真面目な時真面目モードでいくよなお前な、まあ、でもほら基本そんなにさ笑わそうとかって思わないでしょ、え、いや普通にそのなんかこの現場はいやいや別に笑わそうとかは思わないよ、ただ笑いが自然と起こるいや違う違う、方々から怒られるわこんなこと言ってたら本当にさ売れんの遅すぎるよ4年5年遅いよな本当に、いやああいう時は俺ちょ監視して見ちゃって、だからまあ、選挙の結果とかもああいうニュースも見るんだけど、2人がどんな顔してやったのか見ちゃうんで本当にそうか、いやそんなにそこ考えたことなくない、あんまない、なんか真顔になるとか、うん、ここはふざけるとか、うん、なんかほら
その時のただのノリでやってるっていうかね。スポーツ番組は分かるんですよ、うんうん、スポーツねやっぱ楽しいこともある、うんうん、いやーいうシビアなニュースとかすごいなと思って、はい、でも確かになんかこれね被害者が出てるとかね人が亡くなってるとかってなる時はこう今日このテーマではもうそれはあるよふざけんのやめようとかは例えばさサンデージャポンの場合はさ、はい、V があるじゃんはい、V 折りで一言必ず俺がボケるわけうわすごいよねそういうお父さん、うん、そこはすごいですよ、うん、本当に V 折りで一言ね、だけどそれがあまりにも例えば殺人事件だったり、そういう V の時はあの横にいる田中にあの V 折りないからっていうのを言うちゃんとやるんですか俺はだからそこでボケたらかなり批判が来るからあのこれないからっつってそれで田中から入るうん、いや そっちはまだいいじゃん、うん、それはねあ今日これはもうボケるようなテーマじゃないからはいいじゃん、うんうん、俺はこの間サンジャポのねピンチヒッター行ってさ、まあ、俺もね初めてだしサンジャポがどんな感じなんかでほらだからもちろん見たことはあるけどそんな細かく見てないじゃん、ね、でなんかの V 寄りで俺がなんか話し始めたのよ、ね、というわけでなんとかの V でございましたけども誰々さんいかがでしょうかって言ってそのコーナー終わったわけで、うん、実際 CM 入ったらさ俺にさ初めてなのよ、うん、なのにあのさ亀VTR 折りは俺がまずボケるからあの言わないで何にもみたいなさあのさなそれ俺は良かれと思って手助けに行ってそれ悪かったと思ってる、ね、俺もう本当に悪かったと思ってだけど俺ねそれはなんで最初に言っとかなかったなって要するにフォーマットとして V 折り俺の一言は必ずマストなの、うん、あの番組、はいでこいつに突然頼んだじゃん、はい、でまあこいつも田中の手前もあるからそれほどね前に出るとは思ってなかったの、うん、だから俺が思ってた以上に前に出たこれ出てねえ出てないよ V よりこいつから始めやがったからやがったってなこいつ俺のリズム取れねえよこれじゃんいやもうほんとサンデー深夜だったよいや真骨頂ワンマンショーだったよなさすがだと思ってさすがにこれはちょっと CM 中にごめんちょっとあの V よりは俺からだからいやでそれがさ恥ずかしいじゃんそのなあの V より私がボケますからっていうさそんなボケる宣言とかやめてってでも言わしたのは上田君じゃない